意識で乗ったんじゃないんだ。意識は無関係に足が動いて新幹線に乗っていて、俺はこんなことをしているんだと自分自身を呆れて眺めてみている。もう一人の自分がいるという体験を、あの時僕は初めてしていたんだ。泉ちゃんは困っただろう。嬉しかったわ。そうか、あなたも愛を感じて。